ラグランジュ点、ラグランジュ点、ラグランジュ点、略称、エル点とは、天体力学における、遠征源三体問題の5つの平行解、すなわち天体と天体の重力で、釣り合いが取れる、宇宙の中で安定する、ポイントである。ラグランジュポイントは、あらゆる天体系に存在する、可能性があるため、どの天体を基準にしたものかについて、常に意識する必要がある。 例えば、光日の木星トロヤ群の例は、恒星惑星の形だが、土星の衛星の例は、惑星衛星の形である。地球が関連するラグラン受点についても、太陽地球の形を指す場合と、地球付きの形を指す場合では、ララン受点の位置が異なるため、しばしば注意を要する。ある天体 E の周りを何らかの天体 A が、回っているとし、E と A 以外に天体がない場合、 A が描くべき軌道は簡単に導くことが可能である。この時 A は楕円軌道を描く。この問題を二体問題と言い、その回はすでにアイザック・ニュートンによって知られていた。例えば E を地球として A を小惑星など地球の引力に束縛された何らかの天体とすると、他に天体が存在しないならば A の軌道は二体問題を解くことによって求められる。 しかし、さらに別の天体 M がある場合には、問題は二体問題に比べてはるかに難しくなる。A、E、M の三つの天体が重力によって影響し合っているときに、それら天体の軌道を決定する問題は三体問題と呼ばれる問題の特別な場合に当たるが、一般に三体問題は解析的に解けないことが知れている。例えば前述の地球と小惑星の二体問題に、 天体 M として月を加えたものは三体問題に属する。A の質量が他の2天体 E、M の質量に比べ無視できるほど小さいという条件下では A が特殊な位置にあれば A はその位置 E や M から見た相対位置に止まっていられることが知られている。このような位置をラグラン受点という。より正確にはラグラン受点とは E の A への重力。 M の A への重力、A の重心系から見た、遠心力の3つが釣り合っている、点のことを言う。このような点では A にかかる力が釣り合っているので、A はその位置に止まり続けることができる。ラグランジュ点は全部で5つあることが知られており、いずれも E と M の軌道を含む平面内にある。それぞれ L、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 L と表され、最初の3つは E と M を結ぶ。 直線上にあり、残りの2つは、E と M の双方から60度の位置にある、L、L の3つを特に、トロヤ点と呼ぶ。ラグランジュ点はまず、レオンハルト・オイラーが1760年頃に、トロヤ点以外を発見し、その後、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュが1772年に、トロヤ点を見つけ、同時に解を示すための条件も緩めた。彼らの成果は、 運動方程式を解くことで理論的に得られたものだが実際にラグランジュ点に天体が止まっている例が確認されている。例えば太陽と木星のラグランジュ点には数千個以上の小惑星群がある。その小惑星の一部にはトロイア戦争における英雄の名が付けられ、このラグランジュ点はトロヤ点、小惑星群はトロヤ群とも呼ばれる。ラグランジュ点は スペースコロニーを建設する軌道の候補でもある。ジェラルド・オニールはコロニーを地球と月のラグランジュ点に作ることでコロニーの軌道を安定させるというアイデアを述べいる。つの物体が両者の共通重心の周りをそれぞれ円軌道を描いて回っている場合、この2体に比べて質量が無視できるほど小さな第3の物体をある速度を与えてこの軌道面内に置くと 最初の二体との相対位置を変えずに、回り続けられるような位置がごつ存在する。二体の共通重心を中心として、これらと同じ周期で回転する座標形から見ると、ラグラン受点では二体が作る重力場が遠心力と釣り合っている。このために、第三の物体は二体に対して、不動のままでいることができる。各点は L、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 L と呼ばれる図三章。 1760年頃、オイラーが制限三体問題の解として、主性と万性を結ぶ直線上にある L、L、L までの解を発見した。これらはオイラーの直線解と呼ばれる。その後、ラグランジュが1772年に三体問題に関する S 性という論文を発表し、オイラーの解は一般の三体問題の場合にも成り立つこと、主性。 万世を一辺とする正三角形の頂点、L、L も、解、三角解であることを示した。この業績によってラグランジュとオイラーはこの年のフランス科学アカデミー賞を共同受賞した。五つのラグランジュ点はそれぞれ以下のように定義される。L は、質量、M と M の二物体を結ぶ、直線上で二体の間に存在する。太陽、地球系の L は、 太陽の観測を行うのに理想的な場所である。この位置にある物体は決して地球や月に遮られることがないからである。太陽、太陽圏観測衛星は L の周りの波浪軌道に位置している。地球月系の L は最小限の軌道変更で月軌道や地球軌道へ入ることができるため荷物や人員を月へ行き来させるための中間有人宇宙ステーションの場所として 理想的である。L は質量の大きい日体を結ぶ線上で小さい天体の外側に位置する。太陽、地球系の L は宇宙空間での観測を行うのに良い場所である。L 付近にある物体から見ると太陽と地球が同じ方向にあるので太陽光を遮光したり観測結果の構成を行うのが非常に簡単になる。NASA の W マップは太陽、 地球系の L で観測を行っている。NASA の次期宇宙望遠鏡であるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡も太陽、地球系の L に置かれる予定である。地球月系の L は月の裏側をカバーする通信衛星の位置として都合が良い。ホシ M の質量が主星 M に比べて非常に小さい場合には L と L は M からほぼ等しい距離 R の位置になる。これは ヒルケンの半径に等しく、以下の式で表される。ここで、R は二体間の距離である。この半径、R は次のような距離である。M がなかった場合、半径、R の円軌道で M を回る物体の軌道周期は、M が M の周囲を回る、光転周期のフォーミュラ2である。L は二体を結ぶ、直線上で質量の大きい天体の外側に位置する。太陽。 地球系の L は SF や漫画で半地球が存在する場所としてしばしば設定された。ただし現実では公転軌道が厳密には円でなく楕円であることからもし存在したら回帰日食の時などに観測可能であるので単に L にあるという理由だけで観測不可能とするのは完全にフィクション。L と L は正三角形界またはトロや点などと呼ばれる。 二体の位置を底辺とする正三角形の三番目の頂点の位置にあり、番星が主星の周りを交点する、軌道上で番星に先行あるいは追従する。交点の中心は、主星、番星系の共通重心にあり、主星の重力と番星の重力の合力が、共通重心への更新力として働く点が三角回転である。軌道長半径は、主星、 万成間距離より、わずかに短く、万成の軌道長半径より、わずかに長い。主星の質量が、万成の質量のフォーミュラ3倍以上ならば、L と L は安定な均衡点となる。オイラーが得た3つのラグラン重点は2体を結ぶ、直線に垂直な平面内でのみ安定である。これは L での場合を考えるとわかりやすい。L においた、テスト粒子を、 中央の直線に垂直な方向にずらすと、元の平行点に戻ろうとする方向に力を受ける。これは二体の重力の横方向の成分が足し合わされて引き戻す力を生むためである。一方、軸に平行な成分は互いに釣り合って打ち消し合う。L に置いた物体を二体のどちらかに近づくようにずらすと、近づいた方の物体から受ける重力は強まり、より近くへと引っ張られる。 これは、超積力の場合と非常に似ている。L、L、L は、名目上は、不安定な平行点だが、少なくとも、制限三体問題では、これらの点の近くに安定な周期軌道が存在する、ことが分かっている。これは完全な周期軌道で、波浪軌道と呼ばれる。太陽系のような制限なしの多体力学系には、この軌道は存在しない。しかし、純周期的な、 束縛されているが正確に同じ軌道を繰り返し描くわけはないリサ重軌道は N 対 K にも存在している。この純周期軌道はこれまで行われたラグラン受験を使うすべての宇宙ミッションで実際に使われてきた。この軌道は完全に安定ではないが比較的小さな労力で長期にわたって目的のリサ重道に宇宙機を止めておくことができる。また少なくとも太陽。 地球系の L を使うミッションでは、厳密に L に宇宙機を置くよりも、大きな振幅を持つリサ重軌道に置いた方が実際に、好都合であることが分かっている。なぜなら、この軌道に置くと宇宙機は、太陽と地球を結ぶ直線から外れた位置に保たれる、ため、地球と宇宙機との通信に太陽が干渉する、影響を減らすことができるからである。対照的に、L と L は2体の質量比、 M、M がフォーミュラ3より大きければ安定な平行点になる。太陽、地球系や地球月系など、大抵の場合で二体の質量比はこの条件を満たしているので、そのような系では、この二点は安定である。L、L に置かれた物体に接動を与えると物体は平行点から離れるが、物体が運動を始めると、こリよりの力が働いて、物体の軌跡を曲げ、 回転する座標形から見て、人間ンン豆型の安定な軌道を描く。太陽木星系では、トロヤ群と呼ばれる数千個の小惑星が、太陽木星系の L、L に位置する軌道を持っており、それぞれ、全トロや小惑星群、五トロや小惑星群という名称が付けられている。太陽土星系や、太陽火星系木星とその衛星の系土星とその衛星の系にも、 同様の天体が発見されている。太陽、地球系のトロや天には大きな天体は見つかっていないが、青函人の雲が L と L を取り巻いていることが1950年代に発見されている。また、コーディレフスキー雲と呼ばれる、対日照よりもずっと淡いとされるゴミの雲が地球付き系の L、L に存在するとする説もある。土星の第三衛星テティスは、 エルとエルに二つの小さな衛星、テレスト、第十三衛星とカリプソ、第十四衛星を持っている。また、第四衛星、ディオネモヘレネ、第十二衛星という衛星をエルに、ポリデウケス、第三十四衛星をエルに持っている。これらの衛星は、トロヤ衛星と呼ばれ、ラグラン受点の周りを方位角方向に動き回る。ポリデウケスが、最もズレが大きく、 土星ディオネ系の L から最大で32度離れる。テティスやディオネは、ラグランジュ天に引き連れている衛星たちよりも、ずっと質量が大きく、土星はこの2つの衛星よりもさらにずっと大きい。このために、これら全体の系は安定になっている。なぜなら地球の質量は、クルースンの200億倍も大きいからである。土星の、第10衛星ヤヌスと、第11衛星エピメテウスも、 同様の関係にあるが、この二つの衛星はほぼ同じ質量なので実際に、周期的に互いの軌道が入れ替わる、ヤヌスの方が約4倍重いが軌道が変わるには、分なほど軽い。また別の同様の状況として、軌道共鳴という現象がある。これは、軌道運動をしている、天体同士が、相互作用によって、単純な整数比の軌道周期を持つようになったもので、 地球表面における地球、海峡など、地理的重要地点の支配が地政学的検討の対象となったことが拡張されて、同様の観点が地球周辺の宇宙空間のコントロールについても主張される。エベレット・シードールマンの宇宙時代の地政戦略、アストロポリティックスによる分析には、ラグラン受点についての論及がある。地球や宇宙にある特定の場所をコントロールできると、 その効率性の面からもかなり有利な立場を得ることができるし、ここをコントロールするものは、公益面でも軍事面でも支配的になれると。二千十八年五月に中国が世界初のラグラン重点を周回する通信衛星化木橋を打ち上げ、二千十九年一月三日には、ジョーガ4号による人類史上初の月の裏側への着陸に成功した際は地政学的。 軍事的な狙いを念する声も上がった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。